町アート日、大町四つ角近くの小町王子、魚町橋の先に立つ。大町王子のほか米町、魚町等の名も記されている。大町王子は、鎌倉幕府による都市計画の中核をなす、六王子の一つで、東鏡にもその名が記されている。極楽寺霧道し、大仏霧道し等から鎌倉に入った街道が、長谷を起点として、今王子、 若宮王子、小町王子を横断し、名古屋切り市に向かう東西の帰還王子であった。今、王子との四つ角にあたる六地蔵前から、やや山寄りに湾曲しているが、これは当時の海岸線が今よりかなり深く湾入していたためと考えられる。なお、当時の海岸際に沿って、ほぼ一直線に投降する車王子が並走していた。大町王子の前身は、 鎌倉時代以前の古東海道の一部とも考えられるが、名古屋切り道市が開かれるまでは、途中大町四つ角あたりで右折、小町王子に入り、小坪坂を越えて、三浦方面、橋湯戸に向かっていたものか。若宮王子と交差する、下馬四つ角から、小町王子との大町四つ角あたりまでは、かつて、米町、魚町と呼ばれ、その先が名古である。また、 大町四都都道、小町王子で曲がり、魚町橋を渡った先が辻町である。いずれも、あずまに、記述のある、鎌倉時代の中心商業地区とされた町であった。現在も、おおむね当時の王子に沿って道路が残されており、ほぼ、神奈川県道311号鎌倉葉山線に、該当する。なお、大町の三枚橋から先は、バス道ではなく、 韓国論事門前に抜ける山沿いの寿司の方が本来の王子跡と思われる。現在の道路の通称は、由比浜通り、大町通り、名古屋道等と呼ばれている。ありがとうございます。